現在電気システムは発電所から電線を伝わって各地に電気が送られています。この電気システムは150年くらい前から変わっていません。エジソンが電流を発明したことで世に広まりました。まさにエジソンは偉大なる発明王で、人類の生活を根本的に発展させた立役者です。このエジソンにはライバル関係が存在します。それがニコラ・テスラ。ニコラ・テスラは現クロアチアで生まれました。そして電気技師で発明家でもあります。直流電磁波のエジソンと交流電磁波のテスラはいわば宿命のライバル。テスラは交流電流の仕組みを作っただけでなく、ラジオ、蛍光灯、レントゲンなども発明しています。要は現代社会を作った天才発明家なのです。その割にはエジソンと比べ知名度がありません。テスラは1901年人類の生活が飛躍的に進歩する地球規模の発明に着手しました。それが世界システム。世界システムとは地球の周りにあるとされる電磁波を使い、地球上のどこでも電気を発生させ送電できる仕組みのシステム。これは地球がなくならない限り発生させられるフリーエネルギー。完成したら人類は半永久的にエネルギーを手にすることができます。しかしこの計画は途中で中止となってしまいました。無念この上ありません。中止の理由は出資者の撤退です。その出資者とは J.P. モルガン。テスラの構想は世界システムを使い、全世界の人々がエネルギーを無料で無限に使えるように考えていました。それゆえのフリーエネルギーのフリー、要は無料なわけです。しかしそれだと出資者からすれば投資になりません。儲けられないことが分かった J.P. モルガンは残念ながら出資をやめてしまいました。人類のために出資を続けてほしかったです。 J.P. モルガンの出資撤退ですが、裏で圧力がかかったとも言われています。その存在がやはりロックフェラー。ロックフェラーは世界最大の市場であるエネルギー市場を独占しています。一時アメリカの市場の9割を占拠していました。ロックフェラーが石油王と言われたゆえんです。そんな中、もしフリーエネルギーが完成したらどうなるのでしょうか。石油がいらなくなります。石油が売れなくなります。それゆえロックフェラーは J.P. モルガンに圧力をかけたということです。ロックフェラーは石油王として世界的に有名です。しかしなぜか現在関連会社の株をどんどん売りに出しています。そして今やロックフェラーは世界の石油の産出量の1割しか持っていません。まあ1割でもすごいんですけども、果たしてこれはどういうことでしょうか。なぜ石油産業から撤退しているのか。考えられることは一つだけです。それは新たなエネルギー事業への着手。ある時テスラの研究所が火事に見舞われました。それにより研究資料が全焼。テスラの研究所でなぜ火事が起きたのか、そしてテスラの研究資料が全焼したのは本当なのか。テスラの研究資料がロックフェラーの手に渡ったという話があります。そしてついにテスラの世界システムがロックフェラーによって完成したという噂があります。フリーエネルギーはテスラが全人類のために無料で無限に享受できるための発明。それにより人類のエネルギー問題は解決するのです。それがたった一族のための永久的な支配の道具になってしまうのでしょうか。